分の上がりそうなディオールで初めてお財布を買って、どんだけ落としても絶対に割れないからミストがめっちゃ細かいんですよ。私は今スイカゲームにハマってて、昨日スイカを作れました。作れたんですよ。こんにちは、古川ゆかです。今日は私のバッグの中身を紹介したいと思います。はい、このバッグがイエイエっていう韓国のブランドなんですけど、フォーゲットミーノッツっていう代官山にあるセレクトショップの別注カラーで、このピンクのカラーをゲットしました。ピンクでもなんかちょっとツヤっとしてるピンクだから割と上品で大人っぽくて使いやすいので、しかも大容量、そんな大きく見えないんですけど中にすっごいものが入るので最近のお気に入りバッグです。じゃあこの中身を紹介していきたいと思います。じゃあまずじゃん、お財布です。ディオールのお財布、金運の上がりそうなツヤっとした黄色いお財布が可愛いなと思って最近買えました。なんか黄色もいろいろあったんですけど、これぐらい真っ黄色なのがあんまりなくて、ディオールで初めてお財布を買って最近のお気に入りです。中はそんなにクレジットカードとか保険証とか免許証とか必要最低限のカードしか入ってない感じです。携帯です。iPhone15 Pro Max に最近変えたんですけど、これがズームがすごくて、携帯を10倍にしても人の表情が見えるぐらいカメラがすごくて気に入ってます。の iPhone ケースがケースティファイの名前入りの iPhone ケースです。このケースティファイのケースは結構ずっと使ってるんですけど、どんだけ落としても絶対に割れないからお気に入りで、ケースティファイのケースをよく使うことが多いです。ヘアクリップです。昨日髪の毛バッサリ切って、今使えるか使えないかわからないぐらいの長さなんですけど、私がプロデュースしてるコスメのリカフロッシュっていうブランドがあるんですけど、パクチーひとみさんっていうアーティストの方とコラボさせてもらってヘアクリップを作ったんですけど、これが割と何にでも使いやすいから、すごい可愛いので髪の毛をまとめたいなって時に使いやすいので、カバンの中に忍ばせてます。この中にリカフロッシュのロゴが刻印されてて、これさりげないコラボなんですけど、これを持ち歩いてます。化粧水です。 B アイドルのグロスシャワーミスト、これミストの化粧水なんですけど、吉田あかりちゃんプロデュースの B アイドルのやつで、こういう化粧水ミストみたいなのって乾燥するから最近持ち運ぶんですけど、こういう小さいサイズっていうのがすごいバッグに忍ばせやすいからいいなって思って、ミストがめっちゃ細かいんですよ。外でミストするときにちょっとミストの霧が大きいと顔がびちょびちょになっちゃったりするけど、これはすごい霧が細かいから外でもシュッシュって保湿しやすいし、香りもアールグレーの香りって書いてたんですけど、すっごいいい香りでリラックスするし保湿効果もあるので最近お気に入りで持ち運んでます。 AirPods です。エアポッツはもう毎日持ち運んでます。 K-POP を聴くことが多いんですけど、特にケプラーが好きで、最近の新曲のプレイリストみたいなのが Spotify にあるのでランダムで聴いたりしてます。これは必需品です。ポーチです。これは私が飼ってる愛犬の福がいるんですけど、パグの福ちゃんの写真を送ったらポーチにして作ってくれるっていうサービスがあって、お気に入りの愛犬の写真を数枚送って全部ポーチにしてもらって最近作りました。これは毎日持ち運ぶ小物とかを入れてます。スマイルホワイティエ、目薬ですね。目が乾燥したり痛くなっちゃったりした時用に入れてます。お守り、友達のペイとお参りに行った時に買ったお守りを持ち運んでます。あんまりお守りって買いすぎちゃうと喧嘩するって聞くから、あんまり買わないようにはしてるんですけど、すごいいい場所だなって思ったのでお守り買いました。お家の鍵ピッてやるやつなんですよね、自動のやつ。ロキソニン、毛抜きです。これ韓国のダイソーで買った毛抜きなんですけど、この毛抜きの斜めになってるやつがめっちゃ抜きやすくて、変なところに眉毛生えてるって気になりすぎたらちょっと無理で毛抜きは持ち運んでます。ティアージェ抗菌目薬、これは結膜炎とか用の使い切りの目薬なんですけど、あんまり使うこともないし急に外に出てて結膜炎になることはないんですけど、一応念のために持ち運んでます。ポーチの中身は以上です。意外とね入るんですよ。
絶対に持ち運びたいものが入ってるので、どのカバンにも絶対に毎日入れてます。アンドハニーのマトメイクスティックです。これは髪の毛のマスカラみたいなやつで、アホ毛とか気になる時とかにこうやってやってます。でもこれ意外と匂いもめっちゃ良くて、前髪がささっとまとまるので使ってます。ブラシがでかいのもいいんですよね。ブラシが結構大きい。くしも持ち運ぶこともあるんですけど、最近は持ち運ばないので、スタイリング剤も持ち運ぶのもちょっとなーって感じなので、私の中ではくしとスタイリング剤代わりぐらいのテンションで使ってます。任天堂スイッチです。ここ 2,3 日持ち運んでるんですけど、私は今スイカゲームにハマっててずっとやってます。3日前ぐらいから始めたんですけど、いい暇つぶしになるゲームで、上からフルーツを落としていくんですね。ちっちゃいフルーツからだんだん大きくなっていって、最後にスイカにするってゲームなんですけど、なかなかスイカにするのが難しくてすっごい苦戦してるんですけど、このゲームの途中にピッて置いてても全然制限時間もないし何にも迫られないので、ちょっと移動中とか時間が空いてる時とかにスイカゲームしてます。でご報告があって、昨日スイカを作れました。作れたんですよ。スイカにするのがね結構難しいんですよね。夜中3時に叫びました。 Kパレットのマルチブルーミングアイズ、これは涙袋メイクするアイテムなんですけど、1日過ごしてるとちょっとここら辺がメイクがよれてるとくすんでる気もするし、顔色も悪く見える気がするし、もう気分も下がっちゃうので、涙袋のメイクのアイテムは持ち運んでます。こっちが涙袋の影が作れるんですよね。でもあんまりこっちの影の部分は使わないんですけど、こっちをメインで使ってて、こんな感じでパールのパウダーがこうついてて、ピッてやるだけで涙袋が誕生するアイテムなんですけど、カラーも結構ゴールドっぽくて、これ肌なじみのいいカラーで失敗もしないし、サクッとメイクが直せるので、これを持ち運んでます。こちら私がプロデュースしているリカフロッシュのフルーティントブーケっていうティントですね。でカラーが1番のピンクサザンカを今日は使ってます。今使ってるやつで、リップは毎日のメイクとか気分によって変えたりするんですけど、今日はこのちょっとピンクっぽいカラーが気分なのでこちらを持ってきました。最近リブランディングしました。皆さんぜひ使ってみてください。エレガンスラプードルオートニュアンス、私が好きな部分はこんなに薄くて鏡もついててパフもついててメイク直しがしやすいアイテムってあるってぐらい好きで、小鼻とかがテカりやすかったりするんでポンポンって押さえたりしてます。香水です。ルラボの香水ですね。これはプレゼントしてもらった香水なんですけど、サイズが普通の香水よりも小さめで持ち運びしやすいし、香りもすごい良くて持ち運んでます。名前入りでプレゼントしてもらって、ここに名前が入ってて、それもお気に入りです。なんかちょっとリラックスする香りです。香水はこういう小さいアイテムだったら持ち運ぶんですけど、その日の気分でちょっと家にある大きめの香水をつけたいときは持ち運ばないです。バッグの中身以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日は私のバッグの中身を紹介しました。参考にはならないかもなんですけど、ちょっといいなって思うものがあればぜひ参考にしてみてください。ということで古川ゆかでした。バイバーイ。